ご両親が死んだんですって。今さら驚いてみせなくったっていいんだよ。カミーユ、私何も知らなかったから。そりゃ悪いと思ってるよ。僕のことで君のご両親まで疑われて、それで君が逃げ出さなくっちゃならなくなったってのはね。でもね、仕方がないだろ、しょうがないだろ。俺だって好きでこんなことをやってるんじゃないんだよ。でも私だってどうしたらいいかわかんないのよ。そりゃ私だってあなたを慰めてあげたいわ。でもね、私だって子供なのよ。勘弁してよ。俺だってそうだ。だから一人にしといてくれ。バカ！